エコバッグとかはいろんなバッグにも入れてるし、車にも入れてるし、なんか忘れたら、あっちのバッグだったって結構あるんで、なんかいろんなバッグに入れたりとかはしてますかね。あと今日の靴とかもそうですね、ゴミからできてるみたいな。はい、だんだんその身近にこう手に取れるところにいっぱいありますよね。意識してみると身近になってきてるなって感じますね。直接その物語にたくさん出てるっていうわけでもなくて、最初のテーマがあって、その後に一言ツッコミがあって句を読むみたいなやつだったんですけど、その俳句が結構その、あ、そうだよなってなんかしみる俳句だったりするんで、それが伝わったらいいかなって思う気持ちでやってました。あとあれですかね、エンディングテーマになるのかな、その相場賞もなんか結構ね掛け声で参加してるんですけど、それはちょっと歌っててなんか楽しかったですね。はい、もっとテンション高くやってくださいって言われて、結構突き抜けてやらせていただいたんで、そこも楽しかったです。怪獣マナバセイロっていう怪獣がいるんですけど、その勉強を妨害するのではなくて勉強を進めていくような怪獣、なんかその変わってるなって思いましたけどね、怪獣なのにっていう、可愛らしかったですね。今回のアニメは短い時間ですけども、テーマは SDGs でやっております。環境だけではなくいろんなことを、こう取り組んでやっていますので、何かこうアニメを見ていただいて変わるきっかけになっていただけたらなという気持ちでやらせていただきました。ぜひ見てください。